携帯動画変換くんは Windows んと2000以降の OS で動作する動画音楽ファイルを携帯端末向けに変換するフロントエンドパッケージ。フンペグをベースとしている。このパッケージのコンポーネントを Mac 用に流用したものが携帯動画変換ちゃんである。携帯端末向けに動画音声ファイルを変換するフロントエンドソフトである。中核となる変換処理は 独自のパッチを当てたフンペグが担っており、携帯動画変換群がその前後の処理を制御する形になっている。フンペグでは変換の際に長いコマンドラインオプションを指定して実行する必要がある。携帯動画変換群ではそれらオプションをプリセットを用いることにより、初心者でも比較的容易に変換することができるよう設計されている。その反面、 細かな設定を行いたい場合、本ソフトでは編集を行うことができず、外部のテキストエディターを使った煩雑な手順が必要となる。そのため、設定を細かく変更し、逐一確認しつつ変換テストを行うもの、コマンドライン操作やバッチ処理に慣れた上級者などといったヘビーユーザーにはあまり適さない。これにはあくまでもフンペグを手軽に扱うことが目的であり、 余計な機能を極力排除するとの開発元の意図が読み取れる。実際の変換処理には、携帯電話向けに MPEG-4 コンテナを再構築するために、クイックタイム r w i n d o w s 6.52以上の基本的なインストールに含まれるクイックタイム、オーサリングをインストールする必要がある。ただし、7.31以降のものは、セキュリティ性を向上させた影響により特殊な操作が、 ない限り非対応となっている。そのため現状では7.2が正式対応版と言える。また、自前の、もしくは MP4 ボックスを使ったヘッダーの偽造により、端末の制限ビットレートを超えた動画を作ることができる。時には、変換前とは別のファイル名になってしまうことがある。例えば、解読不能というファイル名にして変換すると、ドットと設定に合わせた、 拡張子のみが表示されるファイルになる。対応コーデックは、基本的に、フンペグのロボブコーデックに依存するが、同梱されているフンペグのバージョンが古い。そのため WMV3 やリアルビデオ 3.0, 4.0, VP6 の読み込み、アロックの書き出しなどには対応していない。a b s y n 2.5以上をインストールすることにより、ディレクションを通して動画データを読み込むことで、 WMV などにも対応する。また新しいフンペグに入れ替えることもできる。フンペグに独自のパッチを当てて使っている。そのため独自のオプションがある。また表面からは見えにくいがいくつかの挙動が変更されている。ほとんどの設定で著作権保護付きのデータに変換される。制作者曰く使用らしい。アラーム音などの登録も通常のやり方ではできない。 これは制作者の本来の目的、動画データを携帯するという意図から来ている。また、ここに掲載されている対応機種は一部であり、新しい端末は掲載されていないことがある。最新情報は、かきがいブリンクより、モービルハッカーズナレジベスウィキを参照のこと。ありがとうございます。